なのでこういうのができると、まあ、今回の3つのベネフィットがあるとって感じで、今回のね、ジェネラル、まだね、まだ終わってないよじゃあジェネラルのレクチャーを糧として自分のバージョンを作って楽しくイベントしてくださいと。これがジェネラル編終わり。ジェネラル編質問ある？ジェネラルコンスト編なければ5分なんか休憩しすぎてもあれだよね、なんか逆にすることないよね。しかもあんたらまだあんまし仲良くないでしょ。だからその休憩中に楽しく喋ってみたいなことあんませんでしょ5分ぐらい休憩して始めましょうか。質問ある？それであの今僕もトイレ行くけど、そのまあトイレ行って帰ってくるからそのあれで聞いてきてもいいし。5分か休憩所、今が29分なので、まあ、35分に始めよう。35分にユニに行く、ええじゃん編に行きますね、やっと。はい、じゃあ1回帰りましょう。1回終わりましょう。35分からね。
ファーストと時間をどうするかだけ決まってる？なんか、本奏っていう類できた。それか、ファースト、セカンドって感じできた。セカンドできた。セカンドを知りたいって言った人いる？あ、結構いるわけで。両方使えてる。ぜひファーストやったらどうしようと思って、逆に。セカンドの力調はあんまいい感じでいる人がいなくてね。貴重な人材。横がいるね。はい、始めますね。あんまり質問になったらしてね。他に今から、あ、そんな難しくないか。うん、難しいとこもあるし、難しくないとこもある。なんか初級編って言われて頼まれたけど、初級とは何ぞやって思ってん。初級ってさ、逆にさ、いっぱい説明せんでわかんやんってことで長くなった。分かる。上級やったらさ、プリンスプリウェイって言えばいいね。逆に初級だからこそこんなに細かく言ってるってのをちょっと一応分かっていただき、俺初級じゃないやんと思って言っちゃうかもしれんけど、僕はジャスティファイする。これを初級だからこそいろんなことを言う、その知識をね、蓄えないといけないからってことで行きましょう。じゃあ今までジェネラリーディベートのコンストの話をしていて、だからセオリー上、理論上は君たちはもうディベートで、まあ、モーションを肯定定数で何が必要か知っていると。知ってる。それをするプレパももう知っている。でそのプレパをした時にそれをしっかりスピーチに出す方法ももう知って、理論上ね、これを実践というのは超難しいし、知ってるし絶対できない。やられると困る、僕が楽っていうことなさるべく次やってね、初めてもう一日でやられると悲しいので、なるべくそれを頑張ると。まあこれはもうちょっと、まあ今回 A ジャンのレクチャーですので、もうちょっと A ジャンっぽくしていこうっていう話を聞きましょう。 A ジャンのコントお話しすると、まあリーダースピーチとセカンドスピーチというわけでいきたいと思います。あ、リーダー側から最初ね、 PM と LO、 あ、 PM と LO も微妙に違うけども、そこら辺はちょっと怖い今日っていう感じで、 PM と LO と TPM と DLO の話をしていきたいと思います。とで、まあざっと言うと、 A ジャンはプレパが長いプラス反応してくるやつが多い、そのことを考えたコンストをしっかりしようねってのを基本的に言う基本的にそれを大体言うので、まあ、あーせやなと思って、リーダースピーチ行きましょう。まあ大体まあ3個くらい丁寧にやってほしくて、まあ自分たちが守りたいものや価値観、権利や価値観が前提としてめっちゃ大切であること。2個目に、まあ、それは自サイドが比較的守れるってことを証明。で3個目に、まあこれは力があるんだけど、それを守り切る切るとかね。3番は切るでもいいよ。で、まあ、カウンターファクチャルをどうしていくかって話したんだけど、カウンターファクチャルは後で証明するから、ちょっとあれしといて。簡単に言えば AP のことです。最近流行ってるから使ってるわ。最近流行ってるってみんなが言ってるから流行ってるわ。多分これをできてくれると PM リーダーが強いな、強くなれると思う、チームとしてね。一個一個説明していきますね。大切さを語ろう。まあ、一個目の一番ね。大切さを語ろう。大切さっていうのは、何をどこを指してるかっていうと、ファーストプリンシップ、セカンドプリンシップのことを言ってるよって話で、まあ、絶対的大切さ、相対的大切さ、自分の守るものね、を示そうと。なんでこれが特に A ちゃんで大切かっていうと、まあ、1個目に、まあ、これ、アーギュメントの基盤をしっかり整えようということで、まあ、ここから3人も喋るわけや。まあ、リプライ含めて4人喋るわけや、自分のチームで。その一番最初の自分だと。そこで、そこの基盤、そもそもの大切さが分かってないと、なんか、このチーム、なんかいろいろメカニズムとか言ってるけど、結局何をどう、結局どんなものを命をかけても問題よく分かんないな、みたいな感じで、あやふやになると。
だから残りの自分のスピーチもやし、残りのセカンドウィークリプライのためにもしっかりと自分らは大切なものを守ってるんだぜっていうところを基盤を整えるっていう点で超大切。まあスピーカースコアとかにも反映されるわ。基本的にファーストスピーカーが上手かったらセカンドウィップとかも点伸びがち、ジャッジがバイアス作れるから、あこのチームは強いチームだって思ってスピーチ聞くから伸びる。で基本的に逆にファーストスピーチが結構いけてなかったらこのチームはちょっと弱いかなと思って聞くからその下がりがちって感じで、まあ、しっかり基盤を整える。で2個目になんでこれが大切かっていうと、アーギュメントの強度をすごい増すことができると、まあ、結局、まあ、そんなボロ勝ちはあんませんけどね、基本的にな、ええじゃんっていろいろ頑張るし敵も頑張ってくるからね、し、まあ、まあ2つのチームが下がってるわけだ。だから、まあ、いわゆるパラレルじゃねえがちみたいな、こっちはチルドで守れるし、あっちはペアルで守れるみたいなことにもなりがちだと。まあ、その時にどうやって勝敗決めるかって言ったら、まあ、相対的にどっちの方が説得力があったか、相対的にどっちの方がアーギュメントの強度があったかっていうところで、まあ、さっきも言ったんだけど、まあ、その時にしっかりセカンドプリンスまでセカンドシュー、説明しようとしてるとか、しっかりそもそもの大切さをちゃんと最初から言ってるみたいな、その時の方がジャッジが RF に作りやすい。あっちが線引きがない J のやつだったのに対して、ここはちゃんと線引きをしてセカンドプリンスプル、その相対的にそういうのが大切な時もあるっていうところまではとりあえず示した。こんな感じの RFD が作りやすいっていう感じで、しっかり大切さを最初から示してアーギュメントの強度をしっかり、これからのね今後の強度を増していけるとすごい。とりあえずがで、まあ、この大切さを語る時に気をつけることが2個ぐらいあるのかな、2個ぐらいあるので言いますと、1個目に、まあ、軽くさっきも言ったんだけど、最初の時にミーシー、説明しすぎず説明しなさすぎず重複なく漏れなくミューチャリーエクスクルーシブ&コレクティブリーグゾースを心がける。だから、だから MEC がミューチャリーエクスクルーシブコレクティブリーグゾースの略ね。でこの日本語訳が重複なく漏れなくを意識する、日本語訳というか意味がね、これはなんか就活とかで使うらしい。僕就活しないから分かんないけどミューチャリーエクスクルーシブはみんな使うじゃん、あユニークにしっかりやると。まあ、しかもそれがなんかまあ多すぎず少なすぎるっていうのが多分コレクティブリーグゾースっていうところで入ってくるんだけど、これを大切さを語るときは特に気をつけるんだか、なんでかって言ったら、まあ、まあ2個ぐらい理由があるんだから、まあアブレージリーズナブルの範疇を超えた説明をすると、いやそれは言わんでいいって立ちが思っちゃう。ライフがいかに大切かを5分語られても、まあじゃあ実際そのライフが守られるかどうか俺は知りたいんだみたいな感じで取ってくれないっていうか、説明の量に対して効果が少ないとかあるので、しっかり大体ここまで言えばいいだろうなってとこを言う。だからチルドレンズバイトが大切なのはある程度わかれへん。チルドレン大切ないって言わへん。だからちゃんと、まあ、チルドレンは大切だよなっていう感じで軽く30秒ぐらいで、なんでかというとチルドレンズはここだって感じで言えばわかるだろうなってのを漏れなく言うと。逆に言わんかったら言わんかったで、その最後のコンペアするときに、なんかオッポはガバはしっかり明示的に言ったのに対して、オッポは何チルドレンが大切かってのを、まあ、ちゃんとロジカルに説明しなかったねみたいな感じで、まあ負けのリズムになりうると。まあそれで負けにするのはあんましいけてないけど、なりうると。だからまあ言わないのは言わないので負けにされる理由だ。だから言わないのもダメ、でも言いすぎるのもダメ、中間です。この辺は考える。逆に言えばね、逆に言えばチルドレンズライトは結構簡単に分かるやん。でもそれをアニマルライトに考えてみると、アニマルライトで結構言わんとおかなくないって僕は思うねんな。僕はあのアニマルライトあるよねって言われた時に、でもペットとして飼ってるし殺してるしなって思う。だからそういう時とかにアベレージリーズムに考えて結構スペいるなって思ったら、じゃあそもそもじゃあなんでアニマルライトももらっていけないのかっていうところを言うと。それはだからまあチューデンズバイトだったら30秒でいいけど、アニマルバイトだったら1分半みたいな感じで、ちゃんとその自分が守りたいもののアベレージリーズナブルに必要な分、自分が勝ちに行くのに必要な分を言うのが大事。何でもかんでもいいって言えばいいってわけじゃない。だからこれ気をつけてほしいのは、大体こういうレクターをするとめっちゃ頑張ってインポータンスを言おうとすんねん、すべて。でもそうするとなんか結局負けんねん。なんでかって言ったら他の部分ができなくなるから、それをやめてほしいっていう。あ、ちゃんとアベレージリーズナブルに分かるくらいまで言えば自分だよ。でそれを言った上で、しかもまあ後で言うんだけど、大切って言った後で、しかもその大切なものを守れるかどうかっていうまた別のまた大きな価値がある。そこにも時間を使いたい。そこら対する時間配分をちゃんと考えた上でミーシーをしっかりやってほしい。これがファーストフィーズね。なんでその
漏れなく重複なくをしっかりやるかっていうか、ちゃんと考えてほしい。2個目のリズムが、特にゴール共有型の DVD において、じゃあ説明しすぎない。なんでかって言ったら、コンセントだから。例えば、めっちゃチュードレンが大切、チュードの守ることを大切って3分が経ったとして、オポが、Very conceited。This debate is about which paradigm is better to protect children. That's why their 3 minutes has gone. みたいな感じで悲しいやつ。だから、それをちゃんと攻略していこう。で、攻略する方法が2個あると。だから、1個目が、そもそもまずプレパで相手のスタンスを予測すると。フリップのしやすさとかね。とか、相手のメインターゲットを俺らと一緒じゃないみたいな。これってチュードレンの、どっちかチュードレンとペアレントの対立じゃなくて、チュードレンとチュードレンじゃないみたいな感じでやって、もし同じであれば、その時間配分とかいって。だから、イントロとかで軽くもうチュードレンを守るやつだよねって言って、このディベートっていうのはどっちなんかいい感じで守れるかっていうディベートだよねっていう感じで見せといて、その、じゃあいかにチュードレンを守れるかっていうところにしっかり6分半使うみたいな。という感じで、そもそも、まあ、どんくらい進めしないといけないかっていう、考えると。で、2個目に、ゴールが共有になるときって、ちょっとジェネラルの時やん。チルドレンにとってどっちがいいかってすごいジェネラルに分かる。それを避けるために、おーってなったんだけど、だから、もうちょっとスペシフィックな、詳細なものや価値観を守ると、その、まあ結局ゴールはシェアしてるんだけど、結局ゴールはシェアするんだけど、シェアしてないように見せる。だから、例で言えば、ダメな例が、ダメじゃないけど、その詳細じゃない例が子供を守る。なんでかって言ったら、まあ、だから子供を守るとか市民を守るとかね、僕らやったら共有されやすいやん、分かるかな。だからどんだけその価値観を語ろうと共有されちゃうからやんじゃないと。でももうちょっとだけスペシフィックにして、子供の勉強能力を守るやったら、まあ、子供を守るよりかはシェアさんに行く。だからガバメントは子供の勉強アカデミックアビリティで、オポジションは子供のソーシャルアビリティって感じで、もうちょっとスペシフィックなところの権利とか、もうちょっとスペシフィックなタームとかスペシフィックなライトっていうのを守れば、そのちゃんとレイヤー層を作れるというか、レイヤーを作れて、ちゃんとそれを、その大切さを語る意味が出てくる。だから、子供を守るっていうやつで2分間子供を守る大切さを語るんじゃなくて、子供の勉強能力を守る大切さを2分語って、まあ、しかも特にお子が子供の勉強能力をフリップしにくそうな時、フリップ分かる。フリップってのは逆に俺たちの方がいけるぜってやつで、例えば俺たちが健康、ガバが健康を守ってるとして、オポが逆に健康にとって俺たちの方がいいぜって言ったらフリップ、わかる？逆に俺たちの方がいけるぜっていう感じだったらフリップなんだけど、これをされるとさ、自分らの価値観を相手に守られちゃうわけ。だからそれがあれで、自分たちの価値観が結構相手に守られにくそうな時、守られにくそうな時、相手がフリップしにくそうな時とかに、めちゃくちゃ価値観をの大切さを語るのは結構有効、分かるかな。そしたら相手と別のものを持ってるから、じゃあこのそもそもこれがいかにですかっていう、まあ一個クラッシュが見るみたいな、そこで勝てるから。ただ相手が結構フリップしやすそうみたいな、相手も結構子供の勉強能力を守れそうって時に、子供の勉強能力を語りすぎると、その結構フリップされて時間になっちゃう。その辺の分かるかな、今言いたいことを。戦略かかすための戦略がいるんだ。どこに時間を割くかっていう問題で、大切さを語るのは大切だよね。大切さを語るときに、結局相手も守れちゃいそうなものを大切さを語っちゃうと、勝ちにつながらない。でも、言わなかったで、自分たちのアーグメントがなんかすごいなんか、大切そうじゃなくなると。だから、どんだけ言うかも、ちゃんと丁寧に考えよう。で、時間をかけていいときは、相手がこの価値観を守りにくそうなとき。で、時間かけなくていいときは、相手はこの価値観を守りやすいときっていうのが、まあ一応僕の中でのあれではある。まあ、なるべく詳細なものや価値観を守ると守りにくい相手が、こう分かる。まあまあ、まあ、結構分かりやすく書いてるから分かる。質問、ここに質問ある。大切さに気をつけてほしい、ミーシーをしっかりやってほしい。まあ、だからね、フェミニスムーブメントは女守らなきゃあかんとかね。フェミニスムーブメントは、だからフェミニスムーブメントは、エグザンプルを言うと、フェミニスムーブメントは女性守るべきっていうのは、さすがにさすがやから、多分言わ、軽く言えばいいんだな。そうじゃなくて、ちゃんとクラッシュを作りたいというか、ちゃんと自分らでユニークな価値観を守りたいと思ったら、フェミニスムーブメントは特にこういうタイプの女性を今は守るべき。
っていうふうに言ったら相手からしてください、得意っていう感じで、そうするとその自分なりの大切さを語るのが大事で、1個目、大切さ、気をつけることに、アナロジーをなるべく使いたい。その大切さを使うときはファーストプリンシプル、セカンドプリンシプル。だから言い方としては、これはだからあれね、 AERA ね、先にエグザンプル持ってくるタイプで、アサーション言うやん、子供の権利が大事って。現に政府は子供の権利の方をもっとリスペクトして、我々の権利より、そのこういう権利を認めてるよねみたいな話っていう感じで、あの人を使っていきたくて、なんでかっていうと、まあ人間は事実に弱い、うん、なんか知らんけどロジックなくても事実に弱い、なんか、うん、トラディションにも弱い、節分っていうのがあるから豆を投げるやつら、うん、って感じで、大事考えないのね、実は直感によって。かけよう、でも賢く見えるなと、アナロジーを知ってると、あーこいついっぱいディベートしてるなーとか言って、パースペース的なやつがあると、あ、シンプルに時間短縮になると、変なロジックつけるよりもパッと分かる、あーせやなってなる、実際に優先エンジンギルしてるなって分かるけどねこんな感じのやつができる。で次にね、ちょっと難しいことを書いたんだよね、ちょっと持論を最近考えて、なんでアナロジーがこんなに大切かっていうのをなんか考えてて、僕は家でで思いついたことを書いてんだけど、ね、ちょっと難しいんだよね、時間待って、時間あるかな、あるいいわ。アナロジーがなんでこんな大切なのかなって思ってん。だ結局アナロジーってのは価値観や権利の、まあ、相対現実的優位性を示すのにやっぱ強いんじゃないと思って、なんかまあ前提としてなんか価値観自体を比べるのは超難しいと思うんだよな、価値観とか権利自体を比べるのは、なんか僕がゲームする権利と、なんか力がディベートする権利、どっちの権利の方が大切かってさ、なんか無理じゃない、なんかあんまし口で言えへんけどさ、結構優劣つけがたいと思うね。多分その優劣つけるとしたら、多分人間のアビリティ、ディザビリティやねん。多分人間はそういう勉学とかそっちの方がいいって思ってるから、多分僕のゲームする権利よりディベートする権利の方が大切だと思うね、多分ね、多分そう思うねって感じで、権利や価値観に優劣をつけるのは難しい、まあ、だからセカンドプリンシプルは難しいね、相対的に価値観や権利の優位性を示すのは難しいねんな、OK？ その時にアナロジーがちょっとワン・オブ・ザ・ウェイなんじゃないかっていうのを唱えようとしてて、今ね、で権利や価値観は結局人間が主観に基づいてきてるの、まあ、いいエグザンプルが動物の権利、動物の権利があるんじゃなくて、人間が動物の権利があると思ってるからあんねん。だから例えば動物の権利があるって人間が思ってない国ではアニマル・ライトはないねんな、そういう国がいっぱいあるらしい、僕の後輩が言ってたそもそも人間がどう思うかに決められてると、そうなんでね、じゃあその価値観の優劣自体も結局その人間がどう思うかに決められてると、聞く人が殺す権利っていうのは自己中の権利だって思って、殺されない権利ってのが大切だって思ってるから、殺されない権利をリスペクトして殺す権利っていうのをマジで言うわけ、多分ねこれちょっとここだけは忘れてくれ、関係ない、マジでこれはマジで関係ないと。その時にだいぶその人間の主観に基づいていると、あの結局その価値観の優劣性が、その時にアナロジーっていうのはその現実に施行されている政策っていうのは人々が自分たちの主観に基づいて支持しているはずのものや、設定としては、セオリーとしては、それを紹介することによって、実際人々ってこういう風に優劣つけてるやんっていう感じで、その人々の主観をディベートに持ってくるのがアナロジーだと思ってるから、アナロジーがあるほどそのもの自体が比較的優位をある一定のコンテクストにおいては示せているので、ないよりかはマシ、終わりそのちょっと難しいのに多分あるけど、アナロジーがあればまあその自分たちの守りたい価値観を優先している国もあるっていうことはアットリースト証明できて、それがないよりかはマシってことを言っていこうとしてるかもしれない、わかるかな、逆に言えばアナロジーしか思いつかへんで、価値観の優劣をつけるのを。でもアナロジーって基本的に逆パターンがどっかの国ではどっかあるから、ヘイトスピーチがバンされて国もあればバンされてない国もあるから、そこがいい感じに言ったもん勝ちっていう、そこら辺が難しい、まあ、ここは無視、なんかまだここでこれ質問ある、ここでいいや、大切さ、ミーシーからアナロジーからのコラムのところで何かありますか、OK、 アナロジーの話はね、僕も最近なんか4年ぐらいやってて、最近ポッて思ってたから、多分難しいから分からなくてもいいな。で、
ここで、リーダースピーチのまずそもそも価値観大切って話をしっかりしたと。じゃあ2個目にそれは実際とは比較的守れることを示していこうぜって話ね。なんでじゃあ実際とかそれは比較的守れることをちゃんと証明していくことが、まあ、特にエージャーにおいて大切なのかってことも言いたくて、なんかね、1個目にプレパが長いから緻密なねオルタナを出されがちやね。めっちゃ考えれるやん相手、まあ、ギャバもしっかりやね。そのモデルとかしっかり立てれるやん30分もあれば。あとビートの時に考えるとかね。だからその綿密なオルタナを出されて自分たちの守りたい価値観が結構ベイビーにされがち。それ俺らもできるねみたいな言われがち。だからオルタナは効かない。だからもしくはオルタナはちょっと効くかもしれんけどそんなのほんまちょっとでこっちの方がもっともっと効くみたいな、そういう比較的自分たちの方が守れることを証明する必要性がなんかそのエニメーターにあると。BIP とかおるからな。あ、BPA とか CEO とかがおるから BIP も大事なんだけど、まあ同じそこもう自分で OG にしか反応してこないわけだからずっと。あ、超大事ですよ特にね。2個目にプレパ長いし、しかもメインポイントに対する反応を振り込みいっぱい来ると。ただプレパが長いだけじゃなくていっぱい人間もまあさっきのかぶってるけど LOD、LO、オポイプ、オポリプライが、まあ、オポリプライは、まあ、軽く反応ポイントらしくていっぱいおると。ってことで予測される反論しかもフリップのアーギュメントを上回る必要があると。ってことで自分たちが守れるものを確実に相手より守っていくのが大前提。しかもそれがメインポイントやん、分かるかな。自分たちが守れるメインポイントを相手にもし取られたらもうメインポイントないねん。でもし相手のメインポイントがちょっと1ミリでも自分あなんかいけてたら負けねえな。だから自分たちのメインポイントを確実に相手よりだいぶ守っとかんとあかんっていうのがエージャーの大切。それをファーストから出しとかんとあかんっていうのが特にエージャーの大切。プレッパー長いし敵もいっぱいあるから。でオルタナの話をしよう。あ、待って、あ、ここでちょっとね、あれがあるんですよ。シンキングタイムがあるんですよ。はい。This has to prefer a world which outcomes of life is determined by machine intelligence rather than human free will っていうものがあります。には、まあ、大学に行くとか高校に行くとか、この会社に行くとかね、エデュケーションとかエンプロイメントっていうディシジョンがあるわけ。それを、ヒューマンフリービルじゃなくてマシンインテリジェンスが決める世界を好むっていうことね。意味わかるかな。では自分の人生の大事なところはもう機械で決められる。まあ機械は結構賢く設定してもいいよ普通に AI がみたいな感じをした時にガバメントでなんて言うっていう質問45分だなぁ。ちょっと今の時間違いですね。3分間考えてね。11時に発表しよう。あー、ペアになってもいいかな。でもそんなに友達じゃない人らもおるからな。一人で考えろ。あと間違えてくれたら嬉しいね。間違えるというか、僕の望む答えを出してほしい。あとガバメントでどういうプロブレムを立てるかっていう。何が問題？現状。ヒューマンフリーウィルで決めてることの問題的なことを言ってほしい。なメインアーギュメントを普通に言ってほしい。モーションに見てか分かってなかった。あんまりめっちゃ気軽に質問してね。ちょっと椅子でクルクルして遊んでくれるし、今。じゃあ、何だろう、45までやったっけ。あ、あれか、ちょっと。まあ、足りんかったら、ちょっとゆっくり削る。Thank you.
パソコンでは11時だけど、iPhone では59分だけど、もういいか、あ、11時だから。なんか言いたい人いる？言いたい人いなかったら、なんで人に当てる？いないよね。よし。右から行く。お兄さん。いや、全然、間違ってくるのは僕ありがたいし。何でもいいよ。そのヒューマンフリービルで決めることの問題点は、人間は自分で決断を下すときに、その大体自分の経験の範囲の中からでしか決断を下せないから、もしなんか自分にとって何か自分の知らない範囲でもすごく自分に何かあったり、こう良くなるものがあるのを知らなかったら、その人間はそれを選ぶことができないけど、マシンやったら、その絶対人間よりの知識が広いから、その人に合ったものをこう選択できるからそっちに任せる。ああ、いいと思っても、そうです、いい感じ。半分僕の欲しいこと言ってくれた、いい感じ。他に何かある？俺はこれを言うぜみたいな。お兄さん、あるパソコンのお兄さん、同じだと言うんだよ。マシンインテリジェンスがもういろんなことをもう大体決めている、なんかもうで、それがその人生の大事なポイントでも包括しうるってことを言いたくて、そういった場面でのチョイスの、チョイスをこう、まあ、包括しうるっていうのと、そのヒューマンフリーウィルって言っても、なんか全員が全員正しい調整ができるわけじゃないからみたいな。どうなの？2個ぐらい、このマシンが大事なやつも正しいというか、ベターチョイスができるような。オッケーオッケー、いい感じ。他にこれ言いたいぜみたいな、そういうなければもう言っちゃうけどいい。よし、いい感じにね、半分トラップに引っかかって半分引っかかってないぐらいのいい感じの回答が得られました。でこれ、まあ言いたかったからね、怒られたけど、まあ、A ちゃんでは特にこの A ね、トレポが長いから緻密なロボットなんやら相当酸素を取られがちだと、まあこう書いてある。だからロボットなんや相当酸素を予測したファーストポイントや、その PM スピーチ、LO スピーチをするのが大切で、だからポイントとしては、ガバが使えるものはオポも使える、フェアフェアに。2個目にオポはモーションのどっかを否定すればいい。3個目に、まあこれはユニークさんだけど、A ちゃんのクロージングがいないから、クロージングに抜かれる心配なくソフト酸素出してね。BP だったら自分がソフト酸素出しちゃうと、もっとかっこいい酸素できたら CO に負けるかもしれへんねん、オポは。でも A ちゃんは OG にさえ勝てばいいから、そのどんだけソフト酸素でも OG を潰せばいい。だから結構小賢しく、自分らのベネフィットもめちゃくちゃ少なくするけど、言うて相手のハームをゼロにして自分らのベネフィットは1みたいな、それでも勝てんねんな。だから A ちゃんのユニークトレーゼしてクロージングに抜かれる心配がないから、ソフトスタッフがガーンってすると、じゃあ俺となんか考える時間あると、反応もいっぱいできると。この3個ぐらいを考えた上で、ちゃんと相手のオルタナやソフトスタッフを予測しないと負ける。でポイントとしては、現状のプロブレムを見つけるんじゃなくて、相手のポジティブ&ストロングパラダイムオアスタンスのプロブレムを見つけるイメージでいかんと負けます。だから今の言い方だと、半分生きるけど半分負けるかな。今のだとちょっとね、まあ今から言うんだけど、結構相手にもしかしたらいい感じにやられるかもしれないと、まあ、ちょっと監視効果が行き過ぎてるかもしれないけど、1個目のね、とこが大事で、ガバが使えるものはオポも使えるね。 OK で、これ見るとPrefer world with a witcher's comes of life is determined by machine intelligence rather than human being. ガバは何使ってる、これ。わかる力。何使ってる、ガバが今使ってるもの何、これ。使ってるもの、ガバが今このモーションを取るために使ってるもの。と制作では言い方が悪いな。バレちゃってる。ああ、違うな。もっと簡単な。ああ、とね、わかる。言い方が悪いよ。ガバはね。
マシンインテリジェンスを使ってんだよ。マシンインテリジェンスというテクノロジーを使ってんだよ。で、まあ普通基本的にモーションってさ、ガバメント共有してるやん、世界を共有してるわけやん。ガバが使ってるんだから、オポも使えんだよ。わかるかな。だからマシンインテリジェンスが、まあ、ある世界においてっていう、まあ、前提のことで、だからガバが使ってるってことはオポも使っていい。それを考えるとオポの共同スタンスで言うと、オポはこのマシンを使って別に人々はそれを見ることは OK、 これ見ることは OK で、それとコンサルタントしてから決めてもいいっていうあれが出すんで、あのソフトスタンス、オルタナティブですね。それをするとなんか全部は削られへんんだけど、経験が少ないとか言ってた、人間がとか、なんかその全員が正しくないみたいなこと言ってた。それがあるだいぶ削られるの分かるかな。経験が少ないとか、情報の量が少ないとか、あんま知らへんっていうのは、全部でもマシンっていうのが全部やってくれて、その情報は知れる。だからそれをちゃんとコンサルタントしたり、ステロをしたりするっていうのがオポでできるから、言い方にもよるんだけど、今のね、アーギュメントの。言うんだけど、それでだいぶその人々が情報量が少なくて、ストラクチャにイラショナルみたいな。そういうアーギュメントっていうのがもうだいぶガーンって出るわけよ。という感じで、なんだろうな、すごくいいんだけど、結構ほんまに相手のオルタナティブや、そういうなんだろうな、反論フリップを考慮しておかないと死んじゃうよって話。だからもし、今のを考えると、今のだからこのベストオルタナティブソフトスタンスっていうのは、機械はボンボ使う。機械は使うけど、フォースはしないっていうのが、まあ、このポジティブル一番強いソフトスタンスやん。それのプロブレムを言う。側としては、たとえ機会があったとして、コンサルタントできるあれがあったとして、まあ、そもそも人は行かないとかね、そもそも自分の力を過信してるとか、わかる？とか、なんか機会が言おうが信じないとか、そういう風に言うと、それを踏まえた上でコンソしてる感じが出て、しっかりプログラムが出すとか、もしくはそのインディビジュアルから離れるか、そのインディビジュアルディシジョンメイキングプロセスはもうここに全部挙げて、もうターンとアザーズでいくみたいな。例えばなんかそのまあ僕が側で言う、まあエクステンションっぽいけど、そのディスクリミネーションみたいな話して、その人々が自分にとって本当に自己中な決定ばっかりしてたら、なんかその結局マイノリティがずっとマイノリティみたいな、じゃなくて、その機械に記述することによって、本当になんか富やそういうのの再分配をちゃんとやるためにこれを使うみたいな。そしたらさ、出しないって関係ないじゃん、人がどんだけ見ようかっていう感じで、相手のポッシブルスタンス、ソフトスタンス、オルタナティブを上回る、を超えてもなお残るプロブレム、超えてもなおできるところを言わんと。特に A ジャンはプレパ長い、判断できるやつが多い、クロージングがおらへんっていう理由で、めちゃくちゃソフトスタンスやら強いオルタナが出せる可能性があると。それをちゃんと考えるのが超大事っていうのを今言いたい。だいぶ大事なのかな。まあ、他にも多分異常なね、引っ掛け問題はね、いっぱい言えることがいっぱいできるんだけど、だからそれをめちゃくちゃ考えるのが大切です。まあだからあれね、もっとあれな観点はアクティブについてて、オポはアクティブにオポーズしてもいいわけだ。それはするけどアクティブではないみたいな、わかる？そういう感じのこともいいわけだ。難しいけどね、難しいけどできちゃうわけだから、理論上はそういうのをちゃんと考えた上でしっかりやらんとかいいよっていう。だからたまに言われる SQAP 規定論があるよ。あれが出る理由は多分これだと思ってて、 SQAP っていう頭になっちゃうと SQ のプロブレムを見つけようとするね。だから SQ のプロブレムは見つかんないけど、相手が守ってくるのは SQ じゃない。相手が守ってくるのは相手が作り出すパラダイム。だから相手が作り出すパラダイムのプロブレムを言わんと、相手が別に守ってない現状の SQのプログラムを言っても、それ相手守ってないから関係ない。だから相手が作り出しそうな一番強い世界のプログラムをやるっていうのがこのアカウント、そこを選択が。だから SQAP が嫌われる、たまに嫌われる。あの思ってね、まあ、まあ、パラダイムコンパニオンか、普通にパラダイムコンパニオンと思えばいい。相手のパラダイムと自分のパラダイムと思えたら一番、まあ、相手のパラダイムにかっこ相手の強いオルタナティブのパラダイム感じで覚えておくと見せられる。まあ多分今後ね、これが理由で多分10回以上負けると思うんで、もう1回ずつね僕も今でも負けます、これで。あー、その手があったかーってなって負けるので、そういうね、こすいやつに負けないように。それで負けたら悔しいんだよな、絶対こっちのはかっこいいこと言ってんのに、なんか相手のすげえソフトスタンスでなんかあーってなって負けるから、まあそれを噛み締めてね、食
肉汁を舐めながら生きてください。はい、マシ。次行くね。で、これが A に対するオルタナやソフトサンスに対する攻略法ね。オルタナやソフトサンスが出されがち、その攻略法がちゃんと予測しようっていう予測の仕方はポイントね。ガブが使えるものは多く使えるとか、オープンアクティビティとかどっか行こうだけでもいいとか、ソフトサンス出せやすいとかいうのを考えながらやろう。特に A だね。で、2個目 B に対する反論めっちゃ来るとか、フリップしてくるとか、フリップってのはお前らの価値観は俺らのお前だよってですね。これに対する攻略法は、反論やフリップをしっかりファーストのコンストから上回っていく、もしくは上回ってるように見せよう。その2個ぐらい多分あると思って、ここが1個目に明示的なプリエンプションを心がける。プリエンプションってのはまあ先取り、先にも対応してるぜっていうのがプリエンプションね。先取りを心がける、明示的なね、これすでに対応してるぜ感を出して、まあ、朝に反応が来るが、え、もうそれもう対応してるじゃんっていう感じで、出すと。その時にその今言ったアサーションを丁寧に置くっていうのをジェネラルのところに言ったと思うんだけど、ちゃんと自分のアサーションの時にで、might argue みたいな、 small number of children are very mature みたいな、 mature but vast majority of cases is driver って言ったら、相手がどんだけなんか children can be very small って言ってもやっぱ知ってるし言ってるみたいな、でも結局ちょっとそんなやつがおろうと法律っていうのはそんな変わらないみたいな感じのことにさしが言ってるわけだから、もうそれで対応済みして対応してるでっていうのがあります。まあ、そもそもアーギュメントの中身として対応してないとあかんし、しかも対応してるアーギュメントをしっかり対応してますよーっていう感じです。俺らはもう賢いから対応してくるのでっていう態度を出すのが自分たちの説得力を上げていくのにつながっている。はい、1個目ね、これはまあ簡単っていうかね、まあ意識すればできる。2個目は難しいです。僕がこれしたい、これ僕が今頑張ってるしたいなーって思ったんだけど難しい。ロジックでは否定しきれない必ず残るコンストをすると。どういうコンストかっていうと、ケーススタディをしっかり持ってると。どんだけロジック、まあ基本的に ロジックは基本的に後付けだと思うんだよ。前も言ったけど、なんか何かが起きたり、何かを人が思って、それになんかそれをジャスティファイするために多分いろいろ言ってるんです。だから結局感情とか何かが起こってるってのは先やねんな。だからそれをもう取ってくれば否定されないわけよ。ケーススタディとかね、もうあったやん、いや、おお、あったやんとか、直感的に確実なね、こたつからは人は動けない、そういう感じの直感的に大切なんですよ。そういうのをすると、どんだけロジックでね、いかにこたつから人は出ることができるかっていうリーズンを積んでも、でも直感的にこたつから出れることが分かっちゃうわけ、結局残るわけっていう感じで、結局残る直感的に確実なやつとちゃんとね、ファーストからボーン出していけると強い。これがね、こたつよ。だから結論としては、だからロジックに頼りすぎちゃダメなんだけど、でもロジックなくてもダメだね。これもミーシーなんだけど、多分ね、僕がロジックに頼りすぎてるんで、今ロジックに頼りすぎてるやつがこんなこと言うのもあれなんだけど、まあよくあれで言われると、だから友達からも言われると、だからロジックも大切にしながら直感に訴えかけるケーススタディ、イラストをしっかりしていくと強い。だから知識は大事やね。こういうところですごいなグローバリーなそのニュースとか知ってたら、なんかのサッチャーがどうこうとか、クリントンがどうこうとか、イラクワーがどうこうとか言ってる時に、すっごいそのアーギュメントが強く見えるし、どんだけ積んでも反応規定的に起きちゃってるから、それはだからこの部分を伸ばすために、まあケーススタディとかいろいろ勉強しようねっていう話だな。多いかな、しかも僕はまだ入ってたやな。だからまあちょっとここの軽くまとめると、ファーストは大切さをちゃんと語った上で、それをちゃんと比較的相手にも持ってほしいと。特にエージャンは相手がすごい準備できるから、オルタナやソフトスタンス、反応やフリップを考えてみても残るやつをファーストから出していきたい。そのポイントがこいつらという感じで今言ってますよ。ここに質問ありますか。よし、行くぜ。行きます。いいよ、いいぜ。守りきるね、守りきる。なんかよくあんねん、あ、よくあるというかね、なんか相手が上手い時に特に大切で、カウンターファクチャルの証言みたいな、なんかね、相手が上手い、もしくはフリップしやすい時にあれなんだけど、まあなんかお前らが言ってたプログラムはわかるけど、
それよりもっとやばいことが NPD を切る全体的にできそうな時に、ちゃんとファンダーファクチャルで守り切ることができるんだよって証明しとかないと、なんか相手の好きなようにファンダーファクチャルを操作できる、操作されるで、ファンダーファクチャルの証明、ちょっとファンダーファクチャルが進んでしょ。ファンダーファクチャルってのは最近話題の AB で、結構自分たちの支持する世界パラダイムのことをファンダーファクチャルって言う。サウスでバンタバコやったらバンタバコしてる世界のことガバで言う。で、カウンターファクチャル AP の重要性ってのは大体のケースにおいて重要に証明することは、でも結構ディベートによって異なるよってことで、まあ結構 A が AP をね言うか言わないかってのは迷ったりすると思うね。だから AP ってひっくり返すだけやんとか思ったりすると思うねんな。その辺の謎を解いていこうっていう今それをしかもファーストスピーカーがするのかしないのかみたいな話をちょっと今しようかなと思って、まあ AP 言うのが大切な時もあれば大切ない時もあるよって話で、大切な時は2個ぐらいで、1個目に、モーションを肯定否定する理由が具体的な政策の結果に依存している時、まあ、自分たちの、まあ、ファンダメンタルなプリンシプルがどこに乗っかってるかっていう話をしたらいいんだけど、で大体のプリンシプルは結局具体的結果に依存していると思うんだな。だからほとんどのケースにおいて重要や、まあ、例えばさ、まあ、ペアレンチャルライトも結局ほとんど、まあ、多分98% ぐらいはもうチルドレンのハピネスに多分ほとんどコネクトしてるんだ。結局多分ピアノチェルバイトがあるのは大体チルドレンのためにするベストだと進んでいけるからね。だから結局これがチルドレンのためにベストだよっていう具体的な結果を言わんと、どんだけプリンシプルだけ言おうがチルドレンを相手にしっかり守れたら多分負けねえみたいな感じで、大体のプリンシプルってだいぶその具体的な政策の結果に依拠してるんだ。その時はしっかりじゃあ AP で助けれるよって言わんと助けれるよって証明しないわけやだからいい。 OK だ。基本的にはカウンターファクチャルはいる話な、まあ、特にいる時、2番目に特にいる時は、特に敵のフリップアーギュメントがめっちゃ強そうな時はしっかりそのプリエンプション込みで反応、そのフリップアーギュメントへのプリエンプション込みで証明しとかんだか。まあ有名なエグザンプルがブラックマーケット、たば、まあ、タバコでブラックマーケット出してくることがあるけど、タバコの例を出すでしょう。まあ、S 級ヘルスがやばい、イラショナル、アディクション、言うわけやん。AP 守れる。AP を、まあ、結構言わへんやん。タバコの時に AP って言ったらな。その時に、お子が、もしやで、で、彼らはヘルス守ったけど、S 級のプロブレム認めてもなお、AP のがやばいって言うやん。なんでかって言ったら、フィップね、ブラックマーケットがあるから、みたいな。ブラックマーケットの方が、もっとイリーガルで、そのなクリークライムやから病院にも行けへんし、もっと薬の量とかもやばくなってやばいって言ってくるとしよう。それをほっといて自分らがほんまに AP 一個も言わんかったら、相手に AP の世界を完璧に操られるの分かる。自分たちが AP を言ってて相手も言ってたら、まあアットリーストクラッシュになるわけや。でもそもそも自分たちが何も言わずに、例えばオポイップからね、オポイップから突然そのなんかそのブラックマーケット的な話が出てくるとしよう。そしたら自分たち の, その AP の話がゼロで、そこを相手に100出されんねん。そしたらもう相手に やられたい方でええな。だからそれを避けるためにしっかり、特にフリップアーギュメントが強そうな時はしっかり自分たちが守りきる様を、相手のフリップアーギュメントをある程度考慮した上でもあと完結させるっていうのが大切で、例えば今のバンタの例で言うと、その AP でいかにじゃあそのブラックマーケットとかなしでヘルスをしっかり守りきれるかっていうところまで言うと、まあ、だから特になんか後で言おうと思ってたけどな、AP ひっくり返すだけやんと思うやん。そう思った時は相手の反応も AP に入れながらすると結構 AP 盛りだくさんになる。今度はファクチャル、そしたら何だろう、アーギュメントの強さが増す。だから AP でただひっくり返すだけ、タバコを吸ってたからハームで、タバコを吸わなくなるからヘルスが守れるじゃなくて、タバコを吸わなくなるし、しかも相手がやってきそうなブラックマーケットとかにもコンパラティブに全然マシよりかは全然マシってとこまで言うと、しっかり AP に足してるやん。だからまあセカンドとかで後で言おうと思ったんだけど、しっかり足して相手のアーギュメントに対応した強さを増すと、だから強い。まあだからちょっと軽く言うと、ブラックマーケットってアブレージリーダブルバスマジョリティオピーポーいかへんやろっていう話をシンプルにして、他にも行ったとしてケースでテックできるとか、そういう感じでまあサイコロジカルバリアがあるみたいな話をして、まあ何人かブラックマーケット 2,3 人ぐらいなんかクライクリミナルみたいなやつが行ったとして、普通のバスマジョリティオブシリーズも俺らは俺みたいな話をまあしっかりやっておくと強いなみたいな。まあ基本的にだからプラの結果が大事な時はガンダーファクチャルいる、
特に相手のフィッパーアーグメントが強さの時は特にしっかりプリエンプションコミュニティやってほしい。それをあとは、はあ、それを、まあ、PM ディアレクトが触れるかっていうのはアドレスの。で、3個目であんまり重要じゃない時は使ってほしいね、逆にね。2個ぐらいあって、まあ、1個目に、まあ、その具体的な先生の結果に依存しないプリンスプルを言う時ほとんどないんだけど、たまにあって、例えばそのレパレーションみたいな、モラルオブリゲーションみたいな、レパレーションってわかるかな、そのあれ、保証みたいな、歴史的不正義の保証みたいな感じで、なんかそのネイティブアメリカンにアファーマティブアクションするみたいな、そういう話、奪ったものは返さないといけないみたいな、そういう話とかをするときに、なんか返した後に、それがカウンタープロダクティブになるとかって今日やってくるけど、そんな関係なしに、奪ったんだから返さなきゃみたいな、そういう義務論的な、ね、そんな難しいんだけどね、そういう話で、奪ったんだから返さなきゃはさ、返した後の結果によらへんやん。まあ、オプは返した後の結果によるって言ってくるんだけど、それ返した後の結果によらずにせんとあかんっていうアイテムで言うときは、カウンターファクトルになっても、まあ、それをしっかり証明できれば勝てればいいやん。そういうときとかはいらねん。プレパン的に、じゃあ結局、自分らのそのモーションを肯定、否定する理由は、プラにすごい意図してるかしてないかっていうのをしっかり吟味して、そのカウンターファクトルを言わんといけん量をしっかり決める。OK。これ大事。2個目がまだないんだけど、さすがに政策取ったら解決できそうやし、敵もフリップとかしてこなさそうな時。俺がさっきのエグザンプで変わるけど、まあ、バンタマコみたいな。まあ、なんか、マリファナとかなら分かるけど、バンタマコとかでブラックマークってあんま言ってこそ、言ってきそうじゃないやん。イメージに。言ってくるかもしれんけどね。そんだけだかは言わんでもさかにいいかな、言ってきたら知らんで、みたいな。時に言わんでいいかな、って感じです。で、カウンターファクチャーのまとめを言うと、まあ、その、前ディベートにおいて、カウンターファクチャーの重要性が違うと、いろいろだったやん。プラに依拠してるってこととか、依拠してないとき、相手がフリップしてきたときとか、いろいろあるけど、その時で需要は違うので、プレパリしか吟味しようと。どこまで言わんとかが。で、その重要性に応じてスピーチに組み込むので、基本的には、まあ、理想論としては、まあ、リーダーが全部言った方がいい。プリンスプルも現状のプログラム、相手のパラダイムのプログラムも、カウンターファクチャーも言った方がいい。けど、僕がなんだけど、僕は自分がスピーチしてて、セットアップ、プリンスプル、ハーム言ったらもう終わんねん、スピーチが。ほんまにセットアップ結構ね、1分とかね、セットアップディフィニションとかで、ね、モデルねだいぶかかるから、基本的に言えへんねん、カウンターファクチャーって。だから、それをリーダーがちゃんと把握するのが大事です、チームとして。リーダーが自分がどんくらいの原稿で何分喋れるかとか、自分は大体カウンターファクチャーを飛ばすのか言えちゃうのかみたいな、その辺をちゃんと吟味して、なるべく早く、あ、言えへんみたいな、カウンターファクチャー言ってとかね、とか、なんかスピーチで、あ、でもちょっとだけ見えそうみたいな、もっとなんか細かいやつとか足しとけみたいな感じで、しっかり自分がやるのか、委託するのかっていうところを、アットリーストをちゃんとやらんのか、なんかやらんとかよって感じ。これかな。それをカウンターファクチャーでしょうね。で、リーダースピーチをまとめると、1個目に、まあ、自分らの守る価値観、権利の大切さを BC で戦略的に語ると、勝つためにな、言い過ぎず、言わなすぎず。2個目に敵を細かめに踏まえた、ソフトアップスタンスや新たなのを踏まえた、強度のあるコンソをしっかりすると。で、3個目に自分の力量をしっかり理解して、カウンターファクチャーは言えるのか、どんどんこのレベルで言わないのか、する力で任せるのかっていうのを、しっかりチームとして決めると。それぐらいをファーストとしてやっていただければ、まあ、エージャンでは合格点じゃないんじゃないかと思います。でやっていこうっていう感じで、リーダースピーチ質問ありますか？何かな、 OK。 まあセットアップについてこれ書いてないんだけど、セットアップは普通にまあ BP と MA と同じ状況にあって、まあもうあの A 算やからもうちょっと緻密にできるよねって感じやな。あれがあるから、プレッパ時間あるから感じですね。大丈夫、疲れてない、いける。次セカンドスピーカーやるけど45分までやんな。22分ぐらいしかないか。22分か、まあ、いけるか。あ、そんなに難しいではない。あ、あるか。セカンドスピーカーは、まあ、結局、そもそもね、何言ったらいいかっていうところも迷う方がいっぱいいらっしゃると思うんだよな、セカンドスピーカーって。で、そこをまず整理しよう。何を言うのが強いんだろうっていうのを、なるべくヒントを与えて、横目に、じゃあ、それをまあどういうかっていうのを、ちょっとだけセカンドスピーカーにユニークな僕が思ってることを言っていきたいと思います。何を言うのかっていう話なんだけど、結局相手を上回るための戦略的コンソしてほしいと。これ言いたいのは、セカンドはたまにね、言うことが長すぎて、なんかすごいしょうもない比較とかしちゃう時があるね。インパクトで比べようみたいなね、だからなんかすごいめちゃくちゃ細かい話とかしちゃう時があって、自分のスピードの時間が余っちゃうから。それはウィップとかリプライができんねん。
だからその辺はだからユニークなロールじゃないから、しっかりユニーク、まあ、ユニークなロールではないけど、別にやってて悪くはない。悪くないんだけど、一番求められるものとしては、結局、混沌初心。で、理論上は、WIP は新しいこと言っちゃいけないので、基本的に。だから、新しいコンスタがそもそもないと、イメージは、セカンドスピーカーまでで、まあ、家の部品を全部出す。その部品を WIP が頑張ってこう、並べ替えたりして、価値を見せるって感じで、そもそも部品の部分のコンスタがないと、WIP やリプライが活躍できるんだ。で、それを言ったらニューって言われるからね。まあ結構言われないことがあるんだけど、だからその部品の部分のコンストを結局してほしい。それはセカンド。だからあくまでなるべくコンストやコンストに関わる反応をしてほしいと。じゃあ何を言ってほしいかっていうのを戦略的コンセプトとして、5号かな ?5 号ぐらいしっかり言ってほしいですと。だってこの辺が言えると強いんじゃないかと思ってる。で、簡単起きたら一瞬。ファーストが言えてなくて大切そうであればプリエンプションコミュニケーションこれでいいかな。だからまあポイントとしてはさっきも言ったけど、ただひっくり返すんじゃない、プリエンプションコミュニケーション言う、あいつらはこう言ってくるかもしれんけどこうみたいな。ブラックマーケットがどうこうとか、相手は中途にはこうとか言ってくるかもしれんけどこうみたいな感じで言えるとだいぶ出せる。次ね、次はね、これが一番やっぱやってほしい。あ、一番は簡単起きたけど、2番目ね。言いにくいっす。どんだけペーパー時間長くても、リーダースピーチは結局ジェネラルになりがちやね。焦るしな。だから、もっと時間があるセカンドがユニークネスを突き詰めていくと強い。ユニークネスは全部で、ね。プリンスプリンに対してのユニークネスもやし、プラのユニークネスもやし。なんでこの権利が得意なんですか、とか、なんでこの方法で人がいっぱい救えるか。その辺をしっかりユニークに詰めていくのが大事。ユニークネスを出すためには結局モーションとにらめっこしましょう。で、全てのワーディングを丁寧に拾いにいくイメージです。じゃあエグザンプルをちょっとだけですか、時間を出ていこう。This house is an unpaid internship、ね、で、PM がプリンスプルを語ると、人間ってのは働いたものに対して対価を得ないといけないよねみたいな。それってのは対価を得ない働いたのってのは自分が働いたボディーを取るにはサクリファイスした分それをゲットしてないから、それってのはプリンスピーボングだよね。だからアンペテンターシップはダメだよって言ったとしましょう。 OK? ユニークネスがまだ欠けてるんだこれは。どういうユニークネスが欠けてると思う？難しいかな、多分難しい、これは難しい。これなんか、おいけるぜって思う人おる。その力の横のインターンシップに関する育成で、あ、思いついている。いける。思いついた。あ、お姉さん、お姉さん。え、なんかインターンシップって経験を得るために行ってるっていうのが、その対価としてもらう。おお、僕が用意した答え出た。今のアイグルだとさ、まあ対価をもらえてないって言ってるわけやからは、お前が言ってくるのってさ、経験値ありやった。そのインターンシップ行ったっていうファクト自体が自分のキャリアを高めてるやんとかっていうふうに対価を得てるやんっていう反応に弱いねん。わかる？なんでこの反応に弱いかって言ったら